あ、いけるいけるかっこいいギタリストの竹下敦です。あの友達のねジェイクさん間に教えてもらったショップさんでね、コヨファンクさんっていうショップさんがあのありまして、そこの二人がねすっごい面白いんですよ。面白いだけじゃなくてね、ちゃんとしてるんですよ。でいい加減なんですよいい加減っていい加減なんですよ、頃合いが。あの熱く語るわけじゃないんですけど、でもちゃんとしてる、いい仕事するんだろうなこの二人はっていう。であのやっぱね欲しくなっちゃう、見てると。あのちゃんとね物を知ってて、ギターを知っててこれ欲しいでしょって言われるとね、そうそれ欲しいんですよって感じのところでズバリ来るんですよね。今ねテレキャスターが言ったの、 YouTube でね紹介されてたあのフェンダージャパンさんのねあるんですけど、私ねやっぱ苦手で、やっぱ苦手だから持ってないとダメなのかな。持ってなきゃダメなのかな。で今テレキャスターで合うタイプのここのね、ここのブリッジが分割になってるタイプあるんですけど、あれはね合うんですよ。あのシムクラがただね一緒になってるものとちょっと音のフィーリングが違うんですよね。やっぱり物理的にでしょ。で、ね、やっぱり離れてるものって離れてる音がするんですよ。何言っちゃってんのこいつって言われるかもしれないですけど、そこにはね2つの弦を押さえてね、これ弾くでしょ、これはルートと5度なんです。